こんにちは、みこ的人生学人材育成コーチの飯田美子です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、前回は6月10日の双子座の新月のお話をさせていただきました。感情っていうのは揺れるもの、揺れてもいいんだよ、何のために揺れてるのっていうことをね、皆さんにお伝えさせていただきました。感情の揺れっていうところをね、感じている方、どうして感情揺れるのか、なんで揺れてもいいのかっていうことをね、知りたいなと思った方は、ぜひ前回の動画も合わせて見てみてください。はい、今回はですね、6月の25日にやってきます。ヤギ座の満月ですね。ヤギ座の満月のお話をさせていただきます。はい、行きましょう。ヤギ座はですね、野心とか成功とか名声とか権力とか伝統、秩序、ルール、枠組み、土台、責任、安定、社会、努力、スタミナ、バランス、たくさん挙げさせていただいたんですけども、こういうねテーマっていうのを持っている星座になっております。ちょっとねこう硬いイメージというかね、ちょっとこう古い感じというか、ね、伝統とかもあるので、そういった古いものっていうのを重んじるみたいなね、そういった、考え方っていうのをテーマとして持っている星座でもあるんですけれども、今回ヤギ座が7ハウスですね。7ハウスっていうのは対人関係示しているハウスです。で、4度っていうところで起きます。で、4度っていうのは信頼できる仲間っていうところがテーマですね。やっぱり一人では達成できないことってありますよね。だけど一人じゃできないことも仲間となら達成できるっていうことってあると思うんですよ。そういったテーマに取り組んでいく時期になりそうです。はい、でこの今回ですね、アセンダントっていうところが双子座の22度、で水星っていうところも入ってきてるので、もう本当にね、前回の双子座の新月でもお伝えさせていただいた通り、やっぱりコミュニケーションっていうところが鍵ですね。もう何と言ってもコミュニケーションが鍵なんですね。で、周りにこう左右されずに、こう大切なものっていうのを見失わないようにする、まあ、前回の双子座のね、これ新月の動画でもお伝えさせていただいたんですけど、感情っていうのは揺れるじゃないですか。それは何のため、自分の軸、自分が何を大事にしてるのか、そういう大切なものっていうのを自分自身が気づくために、その感情の揺れっていうのが起きるんだよ、揺れるからこそ中心が分かるんだよっていう話をねさせていただいたんで、詳しく前回の動画見てほしいんですけれども、そこがね、その大切なものっていうのを見つけたと思うんですよ、新月でそのテーマに取り組んだ人は。だからそこっていうのを見失わないでねって、コミュニケーションの中でその左右されずに、この自分の大切なものっていうのを安定させて大切に本当にしていってねっていうことが、このアセンダント運の入り口っていうところからも感じられると思うので、ぜひねそこを大切にしていただくとですね、運っていうのが回ってきます、自分の人生に。なので大切にぜひしていただきたいなっていうふうに思うんですけども、 MC っていう頂点のね、社会っていうところを表すところに木星っていうのが入ってます。でこの木星っていうのは本当に拡大の星なんですね。こうワクワクするようなものだったりもするので、すごくこう自分の好きなものだったりとか、そういったワクワク楽しいものをしていくような惑星なので、とてもこう幸運のね星とも言われてます、ジュピター木星はね。で今回その社会っていうところもヤギ座にあるんですけれども、これは何を示しているかっていうと、自分が成功することを目指していくヤギ座なんですね。コツコツと努力をして責任感を持って、そういった成功していくために野心を燃やして、その成功っていうのを、名声っていうのを勝ち取っていく、そういったようなスタミナだったりバイタリティだったりっていうのを持ってる星座なんで、そういったことに努力できる星座なんですけれども、その自分自身が成功することが、自分だけの権力とか自分だけの名声、それをこう使ってですね、自分にとって優位に働かせようっていうような考え方っていうのは、これからの時代に合ってない考え方、これからのヤギ座の使い方っていうのは、自分が成功することが周りの幸せだったりとか、世の中の幸せだったりとか、こうより自分自身の成功とか自分自身の幸せが世の中とか世界っていうのを輝かせるんだっていう、そういう愛のある野心、こういったものを持っている人っていうのが
自分自身の人生だったり自分自身の周りの世界っていうものをより良いものに創造していける人、より良い人生を歩める人だよっていうメッセージが来てるんですよ。そうで、これをこう信頼できる仲間の中で一緒に協力しながら、そういったね同じような気持ちを持っている人たちとそういった世界を作り出してくださいと。まず自分自身が成功すること、そういったことを仲間と一緒にやり遂げることができる人、そういう人がこれからの世の中っていうのを作っていったり自分自身の人生をより輝かせていけるような人なんですね。でさっきセンダントが双子座の22度で水星も入っててコミュニケーションは鍵だよと、周りに左右されないで安定させて大切なものを見失わないでねっていうことをお伝えしました。でここにもう一つこう自分自身は目を向けていることがあるんですけれども、これからのそのコミュニケーションで大切なものって皆さん何だと思いますか？これからのコミュニケーション、もちろんコミュニケーションってやっぱりこう言葉をね、あのこう私もこう皆さんに発しているわけですけれども、やっぱりコミュニケーションの中でこう言葉っていうところで大切だと思うんですけども、そのコミュニケーションのこの言葉っていうところは何ですか、こう道具なんですよね。この道具に過ぎないというか、言葉はこのコミュニケーションをしていく上で、何が大事かっていうと、やっぱりその言葉の先にあるものを見る力だと思うんですよ。どうしてその言葉を言ったのかとか、どんな気持ちでその言葉を言ったのかとか、その言葉の背景にあるその人の心とかその人の気持ちっていうところを感じられる力、すなわちまあ共感力とも言うと思うんですけど、この共感力っていうところがこれからの時代のコミュニケーションにやっぱりすごく大事になってくる力だと思っていて、まあ、本質を見る目とも言うんでしょうかね。その心の目っていうのを養うっていうこと、これが本当に大事で、言葉っていうのを私もこうね伝えてますし、皆さんも言葉っていうのを使ってコミュニケーションすると思うんですけども、伝わるのは心なんですよ。本心、気持ち、どんな気持ちでその言葉を発してるのか、どんな気持ちでその人と関わってるのか、どんな気持ちで仲間とコミュニケーションを取っているのか、どんな言葉を発するかよりかもそっちが大事、言葉じゃないよっていうことなんですね。で、一人ではできないことも仲間となら達成できるっていうことが、この今回のヤギ座の満月でもメッセージとしてねありますけども、やっぱその信頼できる仲間っていうところで、やっぱその信頼って言葉じゃないと思うんですよ。やっぱりなんか感じるものだと思うんですよね。この人は信頼できるって感じるものってやっぱり言葉じゃないと思うんですよ。なのでその相手を本当にの本質を見る力っていうのが、まあ、これから本当に大事になるんだろうなっていうふうに思うんですね。やっぱりその愛を持って相手を見ていく、なんかその表面的なことじゃなくて、その奥に隠れるその人の本当の心の声っていうのに耳を傾けることができる人、そこに気づくことができる人、そこを捉えようとする人、そこの気持ちっていうのを感じることができる人、感じようと思える人、そういう人っていうのが本当のこれからの世の中の本当の成功というのかな、本当のその土台というかね、本当に大切な土台っていうものを作っていく人になると思うんですね。なので人と関わる上でコミュニケーションしていく上で大切なものを見失わない、それは心の声っていうものを聞く力、そして感じる力、自分もそこをしっかりと大切にしていって伝える力、その共感力、本質を見る力、心の目っていうのを養っていく、この力がこれから本当に大事になってくると思うんですね。そういった相手に対しての愛、自分に対しての愛、自分の心の声を大事にしているっていう人は相手の心の声にも耳を傾けることができると思うんです。なのでまずは自分の心の声を大事にして、かつ相手の人とのコミュニケーションの中で
自分の心の声も大切にして、相手の心の声も大切にしていく、そういった対人関係、人間関係っていうのを築いていくことができる人、自分自身の子アイデンティティも大事にしながら相手との関わりのバランスっていうのを取っていくことができる人、こういった人がこれからの世の中に本当の意味で輝いていく人だと思います。ぜひ皆さんと一緒にこの世の中をよりね輝かせていける自分自身、そして人間関係っていうのを作っていけたらとっても嬉しいです。はい、では今日は以上です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。私はこういった占星術で目に見えない星のエネルギーっていうのを活用してですね、より自分自身の人生を豊かに自己実現して、本来の自分で楽しく幸せにワクワクしながら生きていくためのヒントや情報をお届けしています。ぜひ興味のある方はチャンネル登録して応援していただけるととってもとっても嬉しいです。はい、では今日も皆様にとって最高楽しい幸せな一日となりますように。ありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。